花園でどれだけ高校生が頑張ってるかってことを私知ってほしいんですよね自分とは直接関係ない人のコロナによって危険してるというの、ここまで大会レギュレーション厳しいのかと感じていますまあいずれにしてもですねこの大会を乗り越えることが私は日本元気にするヒントだと思ってますので皆さんには本当に全国の高校らがまあ応援してもらいたいと思ってます はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょう。トキユーチューバーの川本慎一郎です。今日はですね。全国高校ラグビー取り上げます。いわゆる花園と。 いうものですけれども今回第100回記念大会なんですがコロナ禍において様相が違うんですねで私はこの大会を通じて感じていることでこれを皆さんにお伝えすることが実は令和3年あるいは2021年の様々ないろんなイベントやいろんなこれ行事に繋がっていくんじゃないかなと思ってまして今日お話ししたいと思ってます決してあのどこが優勝しそうだとかあのラグビー目線でマニアックなこと言いません ただ今の選手たちあるいはラグビー関係者がどれくらい努力してもこの大会を開催しているかということについてお話をして皆さん方からもご意見いただきたいと思いますということでこのチャンネルを訪れた皆さんこのご縁にチャンネル登録していただいて下記にコメントいただきたいと思います皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信制作定義につなげてまいりますのでどしどしお待ちしておりますということになりますけれども12月27日大阪花園ラグビー場でこの 花園のララググビビーーー大会全国高校ラグビーはスタートしましまた、えー、あの例年ですと私もこの27日というのはですね毎年大阪に行ってその開会式にです、ね、顔を出してです、ね、大会関係者の皆さんあるいはまあそれぞれご縁のあるです、ね、いろんな高校のラグビーの監督さんだったり講師さんだったり部長さんたちとみんなとお話をして、まあ、1年を振り返るというのが恒例だったんですけど今年の大会完全無観客です。無観客なので当然私も入れません ですね各チこの40人っていうのは選手だけではなくてこの監督やコーチスタッフも全部入れて40人なんですよ。でやりますよねでそうすると大体こう、まあ、選手バックアップの選手も含めて、まあ、30人ぐらいの選手にあるいはこのサポートメンバーと監督コーチでだいたい40人になっちゃうんですが非常にねかわいそうだなと思うのは高校3年間。 もうこれに特にまあ全国大会に出るようなチームというのはもうまさにもう学校の授業も頑張りそしてラグビーも頑張り最後の大会だと思ってきましたで特に3年生の中でメンバーに入れる人もいれば、まあ、頑張ってきたんだけれどもそのポジション後輩に取られちゃってでも最後はみんなで応援したいなと思っている子もたくさんいるあるいは親御さんねあのジュニアラグビーとか小さい頃から始めたりしてきてですね最後に自分の息子の雄姿を花園でなんて思ってですね いろいろと計画を立てて今年大阪に来ようと思う去年ぐらいからずっと考えてきた人たちも全て今回入れないわけです。で入れないとそういった応援団の皆さん方はそれぞれの地元に残って、まあ、あの大阪の毎日放送これ TBS 系列の毎日放送 MBS がですねネットで今回試合を毎試合配信してくれるのでネットで見たりとか。 あるいは J スポーツですね。C.S. の J スポーツはオンデマンドもありますけれども、J スポーツの中継を見てですね、この全国高校ラグビー応援するという選択肢しかなくなってきているのがちょっとまあ複雑だなと思います。でも甲子園を考えた時に今年甲子園やりませんでしたよね。あくまでこれね代表の試合だけが甲子園夏の甲子園で行われたことを考えれば、同じ無観客でもあくまでまあこれトーナメントの中でですね大会やってるからいいんじゃないかという意見ありますけれども。 僕ね実はいろんな高校の監督たちも直接話をしていましたで、まあ、行く前のこのこ大阪に行く前の家庭からいろんな様子を聞いてましたけれども当然試合に勝つことそれに向けてベストコンディションを持っていくことはこれスポーツの世界で当たり前なんですけれども一方でコロナとどう向き合っていくかということに対して選手もストレス溜まってるし指導者の皆さんも大変な思いしてますですでから宿舎に入ります。 宿舎にねっこれもうかみら限られた時に練習行くだけあるいは試合に行くだけこの時以外外出ちゃダメですよってやってる学校もほとんど多分そうだと思いますで行動管理をしながら、まあ、自分がもしかしたらウイルスを持ってるかもしれないし、まあ、ここの大会に行くにあたってはもう完全に隔離状態で大会に臨んでますからやはり外からウイルスをもらわないというピリピリ感を持ちながらねどうやって選手がやっていくかということは大切になるんですけど同時に。 高校バスケの大会ウィンターカップというのをやってましてこちらもレギュレーション厳しいですよねニュースになってますけれどもどんなニュースかというと例えば選手団がまあ行きました熱測ります熱出てましたあなたたちこの試合見合わせてくださいってなるんですよそうするといざやろうと思って会場に臨んでたとしてもメンバーが発熱してるとその試合がダメになっちゃうとかあるいは実際に今回危険になったケースでいくと 例えば1回戦でまあねこう A, A 高校と B 高校が対戦します A 高校勝ち上がりました次の試合待っていますでも B 高校の関係者にコロナの陽性者が出ましたとそうするとですねこの B 高校の選手というのは関係者が陽性出ましたから選手濃厚接触者になるんですね。でこの選手たちが濃厚接触者になった場合にもしかしたらこれから検査すると陽性になるかもしれない。そうすると陽性にになっったた場合に勝った A 高校との対戦の中で A 高校の選手が感染してるかもしれないという恐れがあってこの A 高校を勝ったのに次の試合危険なんていう事例も出てるんですここまで徹底してて大会運営をやってると僕はねその例えば熱が出てしまったあの選手だとかあるいはこちらの関係者がね陽性になってしまったこの人たちって本当に周りの皆さんに申し訳ないと思って逆にそれはそれでねずっと背負っていかなきゃいけないということを考えると。 高校生に対しては酷な判断だったのかなという感じもしますでもここまでやって全国高校のこのバスケの頂点を決める大会ラグビーも同じようなレギュレーションでやってるわけですよでも一部でこんなことやるなっていう声もありますでもさやっぱりこう彼らからするとやってきたとこれ野球の選手たちだって我慢したじゃないかなんでバスケやラグビーはって声もあるんですけどでもここまでやった以上 大会の関係者がこれ医療スタッフはバックグラウンドにいるわけですから全部でフォローしてですねあの大会を成功させていこうという思いは学ぶところいっぱいあると思うんですよ。特に2020年いろんなイベントやろうとしてましたいろんなコンサートやろうと思ってましたでも感染したら怖いほとんどの大会が中止になったで徐々にこれ戻ってきて大晦日かも獲得やライジンやりますよねやりますけれども100%の観客入れられません。 年明けサッカーの天皇杯がありますあるいは今度はラグビー大学のラグビーもこれ国立競技場でやりますけれどもこれも100%いられないでもやりたいと思う人たちがいるそこをどう応援していけるかだと思うんですねだからあのこの間実は世界の体操の選手権といっても4カ国参加した、まあ、友情と絆の大会と呼んでますけれどもこの大会に出てた内村航平さんが「 まあなんかできない理由を考えるんじゃなくてどうやったらできるように考えるのかとオリンピックのことを触れたんですけど当然選手の目線になったらオリンピックに向けて戦ってきたわけですからやっぱりこうアスリートのために大会をどうやったらできるのかということを考えたいと思いますが一方で浮かれれているる場合じゃななわけでででですすすよココロロナナののの対対策策どうするのコロナの対策をしたた上で大会できたらそれはみんなハッピーです今このバスケの選手あるいはラグビーの高校生たち すっごく精神的にストレスかかってますけれどもでもいざラグビーをやるバスケをやるこの体育館にアリーナに立つグラウンドに立ったらですねみんな思いっきりプレーしてるんですね。でこのことに向けてみんなで準備していけば大会はできるんだよということを私はまあこれもちろん危険はバスケ出ちゃってますしラグビーもこれからどうなるか分かりませんけれどもやろうと思えばこんな大人数が動いたって守ることもできると。 だから最後までですね諦めないでコロナ対策しながら大会オリンピックに向けて開催しようとうのは私はそういうところから感じています。で全国大学ラグビーもあの実は関東大学リーグ戦も東海大学が辞退して最終戦日本大学との一戦棄権したわけですけれども。 もちろんみんみなギリギリの中でやってますでもどこにウイルスがあるか分からないのでウイルスを憎むのではなくてやはりその、まあ、ウイルスは憎むよウイルスは憎むんです憎むんだけれどもこれ感染した人たちが責められないような社会環境づくりも必要なんだろうと思います、まああのこの後全国高校ラグビー1月9日の決勝に向けて白熱した戦いが繰り広げられていきますけれどもぜひですねあのラグビーのワールドカップを見てねマイケル・リッチ選手だとかあの去年の2019年の大会を見て小分射したお たくさんると思いますんで高校生すっごく精神的な極限状態の中でやってる彼らのプレーというものにも、ね、ネットでこれ見られますから「MBS 大阪毎日放送 MBS 全国高校ラグビー」と検索入れてもらえれば分かりますけれども本当にいいゲーム続いていきますんでこれから本当シード校のチームも出てきます皆さん方からですねあの大きな声を送っていただいて僕はこれを乗り越えることが 日本全体にとっても何か一つ元気になっていくるきっかけになるんじゃないかなと思ってます。もちろん、ワクチンのあの開発や特効薬の開発というのは第一なんですけど、まだすぐできませんから、明日寝て起きたらできているわけじゃないので、その中で皆さんが努力していることっていうのを参考にしながらまた、あの2021年の日本のためにですね。ヒントを得ていきたいと思いますので、皆さん方からもご意見お待ちしてます。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。